琴音さんに応援歌を届ける作戦のことなんだけど、今日あたり琴音さんに声かけようと思って。今どう？時間ある？よし、じゃあ段取りを説明するね。君は琴音さんを学校に呼ぶ。学校まで来てほしいって感じで、私はその間にブラバンブの子たちに連絡、準備が終わり次第君と合流する。琴音さんが学校に着いたら牧場に連れて行く。そこで作戦開始だよ。よろしくね。琴音さん、もうそろそろ来るかな。トモコさん、琴音さん、二人に会いたかったから急いできちゃった。それも学校に来てほしいなんて。どうしたの？琴音さんにどうしてもプレゼントしたいものがあったから。プレゼント？学校でしか渡せないようなもの？そう。ついてきてもらえますか？こっちです。綺麗な学校ね。そろそろ教えてくれる？私をここに呼んだ理由。琴音さん、今何が聞こえますか？生徒たちの声と、吹奏楽部の練習かしら。いかにも学校って感じ。ブラスバンド部です。トランペットとかトロンボーンとか。私が野球やってた時は球場まで応援しに来てくれたんですよ。フルメンバーじゃないけど、野球の応援ってこんな感じなんです。ああ、甲子園なんかでよく聞くわね。相手チームの応援しか聞こえないアウェーでも、あの演奏が聞こえてくるとすぐにわかるんです。あそこに味方がいるって。羨ましいわ。フィギュアスケートは演技が終わるまではずっと一人だから。わからないですよね。だから琴音さんにも聞いてもらいたくて、ブラスバンド部の友達に相談したんです。どうしても応援歌を届けたい人がいるって。そしたら何人かすぐに OK してくれました。みんなお願いします。かっ飛ばせー、コットンね。みんな琴音さんのファンだったんですよ。どこで知り合ったのかってうるさくって。詳しい事情は何も言ってませんけど、琴音さんのためならって。みんな、あの琴音さん。プレゼントって言ったわよね。プレゼントということは、この曲私にくれるのね。あ、はい。これ私の打席用に作った曲で、もう演奏することはなくて。で
ってそんな言い方すると使い古しみたいでちょっと嫌ですよね。ううん、そんなことない。今度の大会この曲でプログラムを組むわ。プログラム？この曲で滑る。あの大会で滑るってことは、これなら絶対聞き逃すこともない。どんな言葉を浴びていても必ず私の元へ届く。この曲とならリンクに立てる。わかるの、今なら大丈夫だって。ちょっとコーチに電話していいかしら。ブラスバンド部の子たちにも会ってみたいわね。あなたたちへのお礼もしたいし、まあ、どうしよう、やりたいことがたくさんあって。ブラバンの子たちも同じこと言ってた。あと一緒に写真も撮りたいって。けどそういうのは後で構いませんから。言ってください、今は滑りたくて仕方がないんでしょ。ありがとう。私のメンタルコーチにならない？結構本気だから。作戦成功だね。よかった。本当に野球をやめた後ずっと悩んでた。私には野球しかなかったのに、これからどうすればいいんだろうって。でも今初めて思えた。野球やっててよかったってやっと。君が隣にいるとそれだけで気持ちが高ぶっちゃうんだよね。自分に素直になっちゃうっていうのかな。ちょっと恥ずかしい気もするけど、でもようやくつかめた気がする。今の私にできること。ううん、今の私だからできること。ありがとう。我は何時、何時は我、紡がれた絆は旅路のしるべとなりて、我円環を打ち破りし時への祝福を送らん。ねえ、今度のバイトもまた一緒に付き合ってくれない？君と一緒なら今度こそ本当に次の夢見つけられそうなんだ。ありがとう。これからもよろしくね。明日からも頑張るぞ。ファイト。
ずっと思ってるんだ。君がいてくれてよかったって。